こんにちは、ダイスです。今回はポケモンバイオレットの図鑑の登録進めていこうと思います。現在の図鑑が、はい、136です。もう全然足りないですよね。ブルーベリー学園の図鑑は全部で一応240まででプラスがあるみたいな感じになっているので、基本的にあと200いないという感じになってます。相当数いないので、とりあえずですがまだ行っていなかった土地に向かおうと思います。今回向かうのは、今までですねサバンナエリアと、あとコーストエリアで少しねくるくる回っていったので、今回はねポーラエリアに向かおうと思います。なので、まあ、どちらかというと氷系のポケモンがたくさんいるはずで、一緒にですね今途中までやってたんですけど、ブルリクも進めていこうと思います。まあ、どれくらいできるかはちょっと分かりませんが、アクタイプとかちょっといないけどね、背中から当てたりとかっていうのは結構ねいけると思うのでやっていきましょう。でいるかいないかはちゃんとこうやってチェックしていってみます。もうね本当に相当いないので、サクサクね多分図鑑は埋まっていくと思います。途中までは、あ、クイックボール25だから全部使い切るまで今回はやってみたいと思います。もう最初からクリティカル、こういうのあると嬉しいですよね。パウアウ、もうサクッと図鑑が埋まっていくっていうことは相当やってないっていう感じです。まずはパウアウです。寒くなるほど元気になって、氷に浮かぶ冷たい海を嬉しそうに泳ぎ回る。よし。でクマシュンとかはいるから、とりあえずそのままにしておいて、ここもいないんだ。はい、ってことはダプラン系もいないので、ユニーラもダプラもいないんじゃないかなと思います。まずはユニちゃん、おお、ちょっとクリティカル率強くないですか。あれ、こんなにいいの。はい、2匹目、完全にクリティカル来てますね。サイコパワーを放出して襲ってきた敵を撃退、テレパシーで仲間と会話する。周りにいたのかな仲間。はい、これでユニラン、アランクルスはいるんだね。ってことはもしかしたら進化、あ、いた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 、ランクルス。これだよね。よしよし、発見。ちょっとね大きさが違うんで遠くから見ると分かりやすいんですけど、はい、ダブちゃん、頑張れ。やった、3連続。どこまで連続進むのかちょっとわからないですけど、楽しみですよね、連続なんで。はい、ダブランです。2つに分裂した脳みそが同じことを考えたとき最大パワーが発揮される。これどこが脳みそかっていうと、顔のところと、あとね上に浮かんでるところの2つが脳みそなんですよね。はい、取れました。じゃあ次、ここもなんだね。やっぱり翡翠の姿ですね、ハリーセン。いや、まずい。え、こんなに早くクイックがダメになると思わなかったです。一回逃げてもう一回入りましょう。外したらいけるでしょう。まあ、前回もね何回か外してるんですけど、クリティカルでね何回も続いてるのってあんまりなかったんで、クイックボール率いいと思ったんだけど、ここで1回呼吸してる。え、何回外れるんだろう。クリティカル多すぎたのかな、もしかしたら。そうかもしれないですよね。でもね今回は25個クイックボール全部使うのを決めたので、使い切るまではねやっていきますよ。本当は違う個体がいいのかもしれないけど、せっかくだからこの子を狙います。あ、来た、よし。危ない、戻りました。何回か外れると戻りますよね、パーセンテージ的に。翡翠の姿、アクタイプ、ここでさっきのやつが終わりましたね。餌から毒素を摂取する、紫色が際立つ針は猛毒をたたえた証拠。は
はい、これでボックスに送っておきましょう。あと近くだとここもか、マホミルもこっち捕まえてなかったんですね。色違いのマホミルだとあの目のところがね黒くなるんで分かりにくいといえばにくいんですけど、多分そんなにいないと思うんで、サクッとね見つけて近場にいる子を捕まえちゃいましょう。マホミル、魔法イップに進化させるのは何個か確かアイテム持ってるからすぐいけるかな。敵に襲われたら体当たり、クリームまみれにして見えなくするか、美味しさに驚かせて逃げ出す、逃げ出す方に1票かな。クリーム美味しいって言ったら間逃げると。魔法イップも多分ねすぐいけるはずなんだけど、とりあえずは続けていきたいですよね。パワーは10本がちょっと違うとこにいるかな。ポリゴンは捕まえてるから大丈夫で、この前タッツーも掴めたからいける。この辺はこれで全部な気がしますね。ちょっと違うとこ行きましょう。逆側とかこういうところにいるのもいるので、ちょっとね見ながら行きます。あ、ラプラス、でもラプラス個体普通に出るとこあるよね。あ、とりあえずジュゴンかな。これジュゴンだよね、後ろ姿が。はい、じゃあジュゴン捕まえましょう。ラプラスはあ、ジュゴンもダメ、連続でちょっとダメだった。ラプラスはね違うところに多分普通に野生の子が出るから、そっちで捕まえようと思います。はい、もう一回、まだクイック持ってるのできますよ。17個になっちゃったけど、ちょっときつい。いやでもせっかくだから全部クイックで捕まえていきたいんですけど、せっかくなのでちょっと背後に回ってさ、気づかないうちにうぬってもうできないよね、この子に関してはね。見つかっちゃってますからね。ちょっと位置変えてみたんでいけるかもしれない。位置変えただけでっていうのはあるけど、3回目の正直っていうものが世の中にはあってですね、いけましたね、さすが。だいたいなんか3回やれば意外と入ったりすることが多いので、この方式でいきましょう。はい、ジュゴンです。寒さに勝つため体の中に熱エネルギーを蓄える。寒い海でも8ノットで進む。8ノットってだいぶ早いはず。1ノット何キロとか分かんないけど、だいぶ早かった気がしますね。では次行きます。ちょっとね上の方多分上がっていった方が、持ってないポケモンいると思うので進めていきましょう。挑発、じゃあ逆側から上がろうかな。逆の方にもなんかいるよね、きっと。いない？お、いたブルー入るかな。お、ちょっと戻ってきてるかも。はい、ブルーを捕まえました。前回進化系のポケモンを捕まえたんで、それで、図鑑自体で続きはいけますよ。うなり声は相手を不安にさせる。普段はのんびり屋で一日の半分は寝ているよ。ね、グランブル捕まえてるからこれで大丈夫。ゴルフとかいなかった気がする。よしよし。いや、だいぶ進みますね。まずはゴビット。よし、ちょっとサクサクいけてる。この後が怖くなりますね。何回か外してるけど3回目で入ってるの考えるとちょっと怖いですね。はい、ゴビットです。謎のエネルギーにより活動、古代から動き続けているので、そろそろパワーが尽きるとも言われているけど、パワーは尽きないと。あ、やっぱいないんだ。マイナンプラスルたちはちょっと違うところにいるからまた今度になるかな。で、上上がるんだったらこっちから。上段、
んだと思って、あ、待って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 、サンドとかいた、いるね、私捕まえてるんだ。じゃあサンド、サンドパンはいるんじゃないかな、きっと。とすると他にいそうなところはどこなんだろう。山から見るか、ちょっとこっちから見るかですよね。こっちから見てみますか。水辺側、水辺側だとどうでしょう。あ、ラプラスがいる。行きましょう。ラプラスはですね、スカーレットの時に相当捕まらなかったので覚悟していこうと思います。あ、え、なんでこっちだとあれなの、一発なの。嬉しいですけど、こんなに差がある。はい、ということで、よかった。滅びの歌持ってるんですよね、確か。ラプラスです。人の言葉を理解する高い知能を持ち、背中に人を乗せて海を泳ぐのが好きなポケモンです。優しい。結構埋まりましたね。はい、じゃあ次、探しに行きましょう。あとはなんだ、何がいたかな。この辺ってこんなもんだった気がするんですけど、確か。ちょっと洞窟の中も行きますね。ジュラルドンでしょ、グランブルも捕まえたし、上になんか置いてあった気がする。違ったかな。あ、なかった。あ、こっちか。はい、技マシン、冷凍ビーム。ジュラルドンは別に大丈夫な気がするんで、とりあえずここの子じゃない子にしましょう。もしかして、あとね、多分海側っていなかった気がするんですよね。他に、あ、待って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 、シードラがいる。シードラ捕まえてるんだ。あ、そっか、前回その話しましたよね。通信交換だから、多分スカーレット側で通信交換してこっちも埋まったんですね。チラーチーのチラーミいないんだ。いる気がしてたんですけど、いなかったです。ってことでチラーミー、あ、すごいクリティカル。はい、チラーミー可愛いですよね、見た目も。綺麗な性格のポケモン。尻尾をほうき代わりにいつも住処の埃を払っている綺麗好きなんだよね。図鑑ナンバーが111だ。あとチラチーノもいない。エアアームドもいないだね。チラチーノは、いや、どの辺で見たかな。この辺でもあんまり変わらない、変わり映えがしなかった気がする。確か。ちょっと端っこまで行ってみますね。海の中とかそんなに違いがないはずなので、とりあえずいいことにしようかな。この辺もあんまり、あれ、これチラ、違う、チラチーノじゃなかった。あ、チラーミーでしたね。瞑想、チラチーノ、チラーミー、群れでいると大体いてくれるんですけど、いないのでしょうがないです。逆側に飛びましょう。そう、技マシンもね、見つけたら回収しながら行ってるんですが、この辺は他にいるポケモンはなんかいるかな。持ってない子、とりあえず飛べるようになるので寄っていきましょう。はい、寄り道しました。これで飛べるようになるはず。サバンナエリアで野生のポケモンを撮影しよう。ちょっと遠い。ちょっと遠い。ドーブルもいろんなとこいますよね。もうね、持ってるはずだから大丈夫。これで逆側行ってもいいかな。いないですよね。ハリーセンとか
捕まえてはいたからいいことにはなってるんだけど、進化させるのってしないとダメなんでしたっけ？ちょっと忘れちゃった。この辺にいないかな。チラーミーが欲しいんですけどね。トリプルアクセル、あ、群れなのにいない群れなのにいないな。ちょっと地図見ましょう。出てくることにはなってるんですよ。なんだけどちょっと見当たらないので、違うところもまた捜索行こうと思います。せっかくね群れで出てきてくれてるのにな、もったいない。ちょっと待って、ちらっといないですよね。うん、なんか遠くから見てもいなさそう。チラチーノしかない。あ、いた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 。よしよし、発見。チラーミーしかいなかったけど、いましたね、チラチーノ。いや、だいぶ増えましたよ、今回ので。あーちょっと待って、進化後だと若干出るみたいな感じ。まあポイズンヒールなんでね、全然いいんですけど、何回で入るかな。やっぱり3回ぐらいかな。どうも、2回目。あと10個。入れ、よし2回。チラチーノも捕まえました。これでチラーミー、チラチーノは完了。奥に多分ゴルーグいるんで、ゴルーグの方にもね行こうと思います。全身から染み出す油はとても滑らか、肌荒れに並ぶ人にも効果的なのだ。美容の仲間、いやだいぶ埋まりましたよ。これで上段も見てで大丈夫そうかな。良さそうですね。じゃあ回ろっか。ここ下の台ってもあんまり新しいポケモン確かいなかったはずなので、雪の上でね回っていきましょう。いないんだね、こっちの端末。いるかと思ってたんだけどいなかったよ、ジュラルドン。一発でいけるか。ダメか。メタルバースト外すんじゃない。やった、毒直してる。大丈夫だよ、直さなくてまたなるんだよ。毒毒弾も持ってるよ。はい、じゃあ一回逃げてもう一回いきます。メスの子でしたね。じゃじゃん、2回目。ブリジラスは進化させないと野生いないですよね、確かね。いやー、2回でもないの3回ドラゴンクロー、まあ大丈夫でしょう。3回目。3回目はさあ何回で入るか予測しましょう。私は3回で入ると思ってるんですけど、入ってほしいから。もしかしたらもうちょっとかかるかも。あ、3回だね待って、3度目の正直って本当にすごいと思う。今回3回目って捕まえられてますよね。あれ、はい、ジュラルドンです。金属のボディは頑丈だが熱がこもってしまうので、尻尾のスリットから放出してる。はい、これで図鑑登録で、なんか進化しちゃうんだけど、ちょっとはい、させないこの子いるとずっと進化するな。待ってなこっちも図鑑の登録なんで、ちょっと待っててもらって。あ、すいませんかわいそうかわいそう。ちょっとボックス入れますね。これはねさすがにかわいそうなので、進化しない子たち入れといてあげればいいんだけどね。はい、とりあえずこれで進めていきましょう。次、
ブルーは大丈夫、グランブルも大丈夫、あとはなんだろうな、この辺に出ないかな、上の方の段に結構出たりするんだよね、ルーブ折り返しが必要かな、ここの中たちかテラスタルコタいましたよね、うんうん、で特に落ちてるのあれだったけど、まあ取るだけ取っていきましょう、アメちゃんで、こっちでいいかな、ちょっと回ります、いないかも、今日捕まえた子たちが多いですよね、この辺は一応いろいろ回収していきますけど、ここさっき来ましたよね、 OK かな、したらもうちょっと上行きます、もう一段上で、もう一個上かな、もう一個上の段に行くとゴルーグが出るような気がするのですが、いない、あれいない、カニいる、カニゴルーグこの辺いなかったかな、前は出てたんだけど、いないね、サンドが多いですね、あーちょっといないかもしれないかな、邪魔します、はい、呪い、結構回収もいけてる気がするけど、あとどうだろう、ちょっと地図見ますね、出るんですよね結構ね、メタングとかメタグロスとか下にも出るんですけど、外にも出てたはずなんですが、どうでしょう、ちょっといない、結構登ってはきてるんだけど、もう一段上かな、はい、変わります、あんまり出ないね、雪山捜索隊になってるけど、ジュラルドンとかは出るんだけどな、ゴルーグがちょっといないですね、出ないかもしんない、結構ね奥の方なんですよね、片っぽに出てた気がするので、こっちはいないかもですけど、ちょっと見ましょう、いないな、ちょっと難しいかな、お、まさかの外で出るなんて、いける、一番捕まえにくいポケモンを発見してしまいました、メタグロスケってほんと捕まえにくいんですよね、もう絶対入らないの一発ででもあと6個あるので、6個あって1個投げたからあと5個か、これはやっちゃいましょう、まさか外で出るなんて、洞窟の中でしかスカーレット見つけられなかったんですけど、バイオレット外にいましたね、ほんとね外は低確率なんですよね、ね、やっぱり入らないのかな、ダンバルとかさ一回もクイックボールで捕まえられたことないんですよね、数回で何回必要なんだよぐらいな感じで、毎作品出るときはクイック試してるんですけど、サクッと入ってくれたことないんですよね、これで今回ので3回目になるので、今までの子だったら3回で入ってるんですよね、いける？
うわ、来た、残骸だ、すごっ。ってことでダンバル捕まえられました。え、こんなに時間かからないの？スカーレットめちゃくちゃかかりましたよ私。はい、ダンバルです。細胞すべてが磁石で体から磁力を発信し仲間と会話している。え、これは嬉しい。このままちょっと上の方も行きましょう。いないよね。メテノとかはいるけどな。ゴルーグ欲しかったんですけどね。上まで行っちゃうかもしれない。いないね。上まで来ちゃいましたね。はい、ここでまた飛べる位置がねできました。ということで上まで一応上がってきましたね。今までね、飛べなくなってたところがあったんで、ちょっとね回って飛べるようにしてみたという感じです。ここなんだっけ。でもここなんか飛べるとこなかった気がする。ありましたっけ、ここ飛べたっけ。飛べた記憶がないんですけど、大丈夫かな。こうなってるとこ飛べるんですよね。いいかな。で、こう磁石の洞窟のね中もちょっと行けるようになってるんですよね。磁石じゃないや、電気石の洞窟なので、外でもとりあえず良い感じにはできた。あ、いた、発見、ゴルーグ、よかった。この子外にしかいないので、今回捕まえてって思っていたのでよかったです。お、しかもクリティカルだ。なんか周りのみんなちょっと逃げてるごめんね、逃がしちゃった。はい、また図鑑の登録が進みました。ゴルーグ、ポケモンや人を守るために古代人によって生み出された謎のエネルギーで活動する。はい、だいぶ溜まりましたね。あともうちょっと数が残っちゃってるので、どこに行こうかな。もう多分外側っていないと思うんですよね。いるかな。いないですよね、これ以上。あ、飛んでるじゃん、いたよ、まさか。え、外で見つけられるのなんて初なんですが。あと2個しかない。これクイック入らなかったらメタグロスは諦めます。いやー、いけない気がしてきたぞ。ちょっといけない気がしてきたぞこれこれ入るかな。もう一個しかないんですけど、いける。メタグロス入る。いや無理だよねあー、クイックの旅はここで終わりました。いや結構見つけましたよ、結構見つけたんですけどダメだったんで、もうここはね捕まえていきましょう。せっかくなんでこの子でラストにします今回は。いやでもだいぶいけましたよね。何個無駄にしちゃったかわかんないですけど、結構いけたと思います。今一つなんだよね、しょうがないんですけど。寝てる。マッハパンチやったら倒れるかな。ちょっと怖いよね。ちょっと怖いんでちゃんと峰打ちにします。まだ起きないと思う。よしよし、ずっと寝ててくれればいいのに。きっと途中で起きるんですよ大体。やっぱりコメントパンチ。いや毒直さなくていいんだよ、キノガッサ毒回復だよ。はい、じゃあもう一回寝てもらいます。すごい斜めのところで捕まえてるフフ寝てもらって、あと3回ぐらいかな。鉄壁とかまだ使われてないので、またさっきと同じように峰打ち入るはずなので、あと3回ぐらいな気がします。まだ起きないで。あ、起きちゃった。高速移動。
素早さがぐんと上がった、まあ、素早さ上がってもね寝てもらうので大丈夫でしょう。おやすみなさい。それで素早さ上なんで向こうが先に動くんですよね。大丈夫です、寝てもらうので。よし、そしたらもう一回峰打ちして、まだ寝ててね。まだ起きないでね。よし、起きなかった。最後峰打ち、寝ててくれれば、寝ててくれれば嬉しい。よし、寝てる、多分寝てる。いけましたね。はい、じゃあ、投げましょう。何がいいかな、ダークボール、今夜ですからね、ダークボールもいけると思うので投げちゃいましょう。ダメなのか、起きちゃった。あー、鉄壁。でももう終わってるんで峰打ち、よかった、間に合いましたね。これが入ると本当に辛いんですよね。何ボールかな、タイマーボールかな。やっぱり寝てもらってタイマーしましょう。もうターン的には結構かけてると思うので、峰打ちだけで6ターン、うん、で投げてるボールの数もあるし、寝かしつけてるターンもあるので多分いけるような気がする、ターン的には。ということでタイマーボール使います。タイマー入るかな、いけるか、きたよかった、タイマーボールいけました。後ろの魔法見るか、かわいい。はい、ということで、いやー、ダンバルとメタング外にいると思わなかったんでびっくりです。磁力を放つ鉱物が鉱物、ん、鉱物が鉱物あれ、時速100キロでノズパスを追い詰めるぞ。ノズパスと仲悪いんでしたっけ。あ、そっか、磁石だからノズパス北向いてやってるからとか、そういうことかな。はい、ということでこれでね、クイックボールチャレンジも終了したので、どれくらい集まったのか確認しましょう。151、結構いきましたね。136とかでしたよね。からなんで、結構ね、いけたんじゃないかなと思います。ただ、まだまだね、全然いないので、頑張って進めていきましょう。あ、エレキッドいないんだ。次はあれですね。電気石の洞窟あたり行ったら、結構、また捕まえられるんじゃないかなと思うので進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!